はい、こちらのですね、見てもらうと分かると思うんですけど、かなりこちらの模型なんかも歪んでますよね。はい、でやっぱりこの歪みがありますと、ここの腰の骨ですよね、ヘルニア症状とかぎっくりですね。で上の方に行きますと、同じく首のヘルニア、腕の方が上がりづらくなってきたりっていうこともあります。はい、でやっぱりこの背骨の歪み矯正をやっぱりやっていかないと、どんどんこう周りの筋肉の負担がかかっちゃうんですね。はい、でこれをまっすぐにすることによってお体が楽になってきます。はい、でやっぱり、定期的にこういった背骨の歪み矯正をやることによって、お体の状態はね、今より楽になっていきますので、当院ではこういったね治療をおすすめしております。